毎度おおきにラブリーゲームズです。サブシステムスの続きやっていきましょう。いきなりハンターの襲撃ですね。銃声はしてるけど。また裏かな。もういないね。あそこにいるわ。はい、まあね、ハンターの襲撃はやり過ごせたんで、ちょっとね、箱をね、取りたいなと思います。確かね、裏側にも一つ建築の箱が落ちてたような気がするんですが、あ、これですね。はい、じゃあですね、今回も素材集めやっていきましょうか。木材が全然足りてないですね。それでその前にですね、釘をたくさん使って、ウッドファウンデーションまず2つ。で、あとね、壁が、1、2、3、4、5枚。で、あとね、ドアウェイが1枚ですね。で、あとね、そのドアウェイに接続する階段と、で、あとドアですね。ああ、で、鶏もいないんで、生け捕りにしましょう。
まあ、ね、鶏くらいであればね、近くにいると思うんで、木材を集めながらね、探していこうかな。クマがいるので、これ以上先は進めなさそうですね。で、木材は少し集まった、あ、これはウサギか。木材はね、少し集まったんで、あとは、プラントファイバーを集めたいところですね。紐がまだ17個か。
で、あとウッドシーリング、これもね、2つ作っておきたいと思います。お、鶏発見。お、一発で生け捕りにできましたね。はい、じゃあね、鶏小屋に入れて育つのを待つばかりですね。じゃあですね、せっかく、まあ、こういうふうにね、建築の材料をすべてクラフトしたので、あとダイビングギア、酸素ボンベもうちょっと欲しいですね。ちょっとじゃあ洞窟の中行ってみましょうか。ただ持ち物がいっぱいだな。荷物を整理しますね。荷物を整理すると言いつつ、まあ、野菜をね、収穫したりしてるんですが、ね、とりあえず釣り竿も必要ないんで置いていきましょうか。で、あと鉄。で、キャンプファイヤーは一つクラフト。いつでもまあクラフトできるので、
はい、じゃあですね、一通り、荷物を持ったんで、で、あと食料ですね。はい、じゃあこの状態でですね、ダイビングスポットまで向かいたいなと思います。まあダイビングをするんですが、洞窟、海底洞窟の入り口に着いたら、さっき作った建材ですよね、これを組み立てて、海底洞窟の入り口付近ね、前衛拠点みたいなものを作ろうかなと思います。いや、ちょっと待って、これ荷物が多すぎて、もう持てないですね。この下ですかね。じゃあ、いよいよね、潜ってみたいなと思います。ダイビングは、まず普通の酸素を消費して、これで上のダイビング酸素ボンベのメーターが消費されてますが、あれ、入り口がないな。あれ、ここじゃないのか。入り口はもしかしてこの下？んまり向こうの方行ってもね、浅瀬が広がってるだけなんで、
じゃあもう一回潜ってみましょう。あれ？入り口がないぞ。もうちょっとね、北の方に移動してみましょうか。この辺りにも特に入り口らしき岩場は見えないですね。じゃあやっぱさっきのところですかね。建築の材料を持ってくる前に先に、海底洞窟の入り口を見つけないといけなかったですね。で、早くしないとまた日もね、くれてきちゃうんで。じゃあこの辺でもう一回潜ってみましょうか。
これか。ここだ。はい、じゃあ、海底洞窟をぬの中に入っていきましょう。で、ここで、上はいけない感じ。で、ここで2つに分かれるんですよね。はい、着きました。海底洞窟ですね。いや、ハンターが早速いるし。で、洞窟の中がやけに明るいっていうね。じゃあね、早速、音が響くね。クリスタル。クリスタルオール、なかなか高価な感じがしますけど、まあね、取れるだけ取っていきたいと思います。で、どこかにね、拠点を立てたいので。どこがいいかな。なるべく平らなところ。ここは？ああ、ここ良さそうですね。じゃあ早速この辺りに拠点を設けましょうか。
はい、あまりにも簡単すぎますが、ここをね、前衛拠点としましょう。すごい音が響きますね。でね、海底洞窟の入り口のところにね、早速ハンターがいたのがちょっと、まあ予想外でしたが。まあそれ以外はね、計画通りですかね。はい、じゃあですね、クリスタルも少し取れたので、また地上の方に戻りたいなと思います。なんかノイズが聞こえますけど、なんだろはい、じゃあですね、外も真っ暗なんで、まあね、気をつけながら拠点まで戻りたいなと思います。ベースコマンドユニットのね、マークが出てるんで、まあ、道には迷わないと思うんですが、まあ、うっかりね、動物に近づきすぎると、まあ、問答無用で襲ってくるんでね。まあでも夜ですけど、そんなに視界は悪くないですね。一応ライトをつけてみます。
はい、拠点に戻ってきました。まあじゃあね、時間も時間なんで、今回はこの辺で終わりたいなと思います。皆さんもね、いいゲームライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。